はい、水谷翔太です。本日も一般の人生体の秘密や可能性について楽しく紹介したとかと思っております。はい、本日ございますけども、股関節をレベルアップする方法について、ね、紹介していきたいと思っております。まあ、股関節ってね、まあ、スポーツとか、まあ、ダンスとか、まあ、体を動かすというでめちゃくちゃ重要なところですよね。まあ、もちろん足を使って動き、走ったりとか、ジャンプもちろんいりますし、まあ、上半身ってボールを投げたりとか、パンチを打ったりとかするときもですね、股関節をうまく使えるかどうかっていうので、もう思いっきり機能が変わってきてしまいます。まあ、それぐらいね、非常に重要なところなんですけども、じゃあこの股関節をね、レベルアップしようと思ったらどうしたらいいんだってね、悩む人が多いかと思います。まあ、単純にね、ストレッチしたりとか、開脚したりとか、前屈したりとかして、ね、可動域は広がってるんで、股関節うまく使えない人ってもうザラなんですよね。めっちゃいっぱいいるんですよ。逆に可動域あんまり広くない、まあ、例えば体が硬いって言われてるような選手でもめちゃくちゃ走るのに股関節の動きがね使えててめちゃくちゃ速い選手っていっぱいいるんですよ。まあ、それでね、股関節をうまく使うっていうのは単純なストレッチとかだけではうまくいかないので、まあ、今回ですね、股関節をレベルアップさせる方法ですね、まあ、こちら前半こちらのボードで紹介させていただいて、で後半で、ね、実際にそのトレーニング方法をね紹介させていただこうと思いますので、最後まで見ていただければと思っております。では最後やっていこうと思います。最近よく噛みますね。はい、やっていきます。股関節をレベルアップする方法について紹介してきたらと思っております。で、どういう練習をするかっていうと、これです。リアスクワットっていうね、まあ、要はこの立った状態から前屈起きるっていうのを股関節でやっていきます。で、これ何がいいかというと、股関節の認識ですね。こいつをチェックしたりとか高めるのにめちゃくちゃ使えます。で、股関節の認識って何だったのかもしれないですけど、大腿骨頭、まあ、大腿骨かね、大腿骨頭の部分、股関節のくるくるって丸い部分ですね。この丸い部分で、いやいや分かってるよっていう人もいるかもしれないですけども、結構間違ったりとかしてます。で、じゃあどれぐらい正確に、分かってないといけないかというと、もう結構ね、ミリ単位です。もう1センチ単位とかじゃないです。ミリ単位でバッチリ合ってれば合ってるほどにパフォーマンスは上がります。でちょっとずれるだけでパフォーマンスが落ちてしまいます。で、どういう風に落ちるかというと、まあ、例えばインナーマッスルですね。まあ、例えば使って大腰筋とか、例えば走る時に使いたいもも裏とか、まあ、こういったところの精度って、股関節の認識がバッチリハマってればハマってる方に精度が高くなりますが、ほんのちょっと、まあ、2、3ミリとかね、ずれるだけで、パフォーマンスちょっとずれて、前ももに入りやすくなったりとかして、前ももに入ってしまうとブレーキ成分が出て、走るときにね、うまく反発を受けれなくなったりとか、動き出しが重たくなったりとかってことが起こってしまったりとかするぐらいですね、股関節の認識のちょっとのずれって結構致命的なんですよね。で、その致命的にならないように、その股関節の意識を上げていくのに使うのが、このリアスカットというこの動きの練習です。体を、倒したり起きたりするような練習になります。で、これ、どういうふうにね、チェックするか。まあ、後半ね、後で、実践でやろうと思うんですけども、まあ、こちらね、ちょっと画面で、イラストで、イメージしていただければと思うんですけども、股関節がちょっとずれてる人の特徴で言うと、こうやって前ももが力んでしまいます。ちょっとずれたりすると、ここがちょっと詰まるような感覚が出て、まあ、要は前ももが力むからですよね。前ももがちょっと力んで詰まるような感覚が出て、股関節がうまく入っていかなくなります。ぴったりはまると、綺麗にスッと入って、前ももの力みがポンって抜けます。で、逆に裏ももにスパーンとね、感覚が入って、まあ、走ったりするときに使うような感覚が出てきますので、まあ、このリアスカットやりつつ、この股関節の認識がスパッと入る、ここの場所を探してもらうっていう練習をしていただくとですね、これをやった後ですね。この練習をやった後に股関節の意識が非常に良くなって体の動きが変わってきますので、ぜひね、この練習、やっていただければと思っております。はい。では実際にね、リアスカットで股関節の意識に合わせる練習ね、やっていこうと思います。はい。ではですね、股関節の意識を上げる練習やっていこうと思うんですけども、やった後にね、うまくできたかどうかを確認していきたいので、まずね、ちょっと動いてみてください。まあ、走ったりとか、まあ、ボールね、蹴ってもらったりとか、まあ、パンチ打つ時の股関節の使い方とかね、まあ、ダンスで股関節の動きとかね、まあ、いろいろね、股関節の動き系を、まあ、チェックしといてもらって、後でね、うまく動けるようになってるかをチェックしていただければと思っております。ではですね、実践やっていこうと思います。やり方としては、リアスカットですね、股関節でお辞儀をする、起きる。お辞儀をする、起きるっていうのをやっていきます。やってほしくないのが、腰でお辞儀をしてしまう。腰で動いちゃう動きとか、膝で動いちゃう動きっていうのはちょっと違います。あくまでも股関節の練習ですので、股関節でお辞儀をする、起きる。お辞儀をする、起きるっていうのが、まあ基本の動きになっています。で、ではですね、実際にこれが基本になって、ここから股関節の精度ですね。まあ、自分の股関節がどこにあるのかっていうのをぴったり合わせる練習をしていきます。で、まずやり方なんですけど、まず手なし。手をプラプラーっと何度抜けた状態で、股関節でまずお辞儀をする練習をしてください。で、この時注意してほしいのは、できるだけ前ももが力まないで、楽にお辞儀ができたり起きれるところを探します。こうやって、よいしょとかいう感じじゃないですね。
もうすごく楽に、あ、ここ楽に動けんな、みたいな動き方を探してもらえれば思うほどに、綺麗に股関節っていうのは動いていきます。で、股関節が、あ、なんとなくこの辺動いてんなーっていうのが、なんとなく感じれたら、そこを手で触ります。ピタッと。まあ、指で触ります。で、触ってもらうと、ちゃんと合ってればですね、触るとより動きやすくなります。余計に軽くなる場所は合ってます。ただ、ちょっとずれてると、あれなんかさっきより、なんか詰まった感じが出るなんだ。っていうのは、前ももが力んですね。ここがちょっと力んでて、前もなんか詰まる感じが出たら。ってなると、これちょっとずれてます。なので、もう一回手と手離してもらって、動いてもらって、あ、パンスこの辺が、もうちょっとこの辺上かも、みたいな。触ってみて、もう一回こうやって、あ、動きやすくなるなとか、逆に上すぎると、またこれもね、また、あ、なんか詰まる感じです。なんか動きにくい。なんか詰まるぞ。これも間違ってます。っていうふうに、やりながら調整していきます。あ、ここだなこの辺かなあ、まだちょっと詰まるぞ。もうちょっと上かなみたいな感じで、あ、ここ一番動きやすくなるわ、みたいな場所を探すようにしてください。でそこが見つかったら、そこが股関節の位置っていう形になってきますので、この修正方法ね、毎日毎日やってもらうことによって、股関節の認識がどん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 高まっていきます。まあ、内外もあるので、まあ、例えばやってて、あ、なんかずれてる気がするなと思ったら、内外もちょっと調整してみてください。この真ん中のどこかなみたいな。ここ、あ、まだ前部も力むなみたいな。あ、ここだなあ、打ちすぎるとちょっと詰まるなとかいう形ですね。でそういう風に綺麗に入るところを、まあ、内外方向を、上下方向でしっかりと探して、点で見つけてもらう。もう本当にね、ミリ単位でずれるだけで動きにくくなってしまいますので、もうぴったりね、合わせるところを探すような意識でやっていただければなと思っております。で、動いたら、最後ね、確認してもらって、動いてみましょう。動いてもらうと、股関節の意識が高まっていると、さっきより体がね、バレーが慣れたりとか、まあ、結構ね、蹴りやすくなってたりとか、動きやすくなったりとか、まあ、バランス打つときも、上半身じゃなくて股関節でしっかりね、回る感覚が出たりとかするかなと思いますので、うまくできたら、まあ、股関節ね、チェックしてもらえるといいかなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、股関節の認識を上げるって、ここを高めていくだけでも股関節機能めちゃくちゃ上がりますので、もう本当に、まあ、可動域ももちろん大事ですよ。可動域も大事なんですけども、可動域上げるのと、プラス、しっかりと股関節の認識を、もうミリで合わせていく。もうどこにいても、絶対わかる。もう絶対に外さないみたいなところをね、しっかりと練習していただけるとですね、パフォーマンスどんどん上がってきますので、コツコツ練習していただければと思っております。で、まあ、この練習って、実はこの伸びしろ結構すごくありまして、例えばこの練習だとわかるけど、動きの中で多分回線の動きってわかりにくいとか、試合の中になるとわかりにくいとか、キックになるとパンスの位置が下がっちゃうとか、走りになると下がっちゃうとか、ね、まあ、いろんな状況下で認識ってこう結構変わっちゃうんですよね。結構レベルって変わってきます。まあ、これの基礎練なんですよね。で基礎練をしっかりやればやるほどに、結構応用も効いてきます。まあ、例えば、すごくね、無意識、何にも意識しなくても、股関節の位置が全くずれないっていうレベルに、たどり着こうと思ったら、もうこの基礎、ここですね。もうとにかくコツコツ、もうぴったり絶対外さないっていうところをしっかり高めていくっていうのは、結果的にここに繋がってきますので、この練習結構地味なんですけども、かなり重要なので、コツコツ取り組んでいただければと思っております。はい、ではね、今回はこれでニュースさせていただこうと思っております。ニュースセンターにですね、Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。まあ、ですね、オンラインスクールの方も営業してまして、YouTube 上でね、話してないような、まあ、よりね、マニアックな内容とか、まあ、体の不思議とかね、そういったものをいろいろね、話してますので、体の不思議に興味のある方、もっと体のパフォーマンス上げたいという方はですね、一度申し込んでいただければと思います。概要欄貼ってますので、また見てみてください。で、ユルムセンター自体はですね、オンラインじゃないですね、もういろいろ、この、今後貼ってますけども、ユルムセンター自体は大阪にありますので、もちろん大阪に来ていただければ、あなたの体の状態を分析して、パフォーマンス上げるためのメニュー組んだりとか、インナーマッスルが使いやすくなるように体が細分化できるような施術も提供しますので、ぜひね、大阪にいらしたら最後にいろいろ世帯にも来ていただければと思っております。なかなかね、大阪遠くて行けないという方もですね、オンライン、ズームっていうアプリを使った対面でのね、トレーニング指導とか施術もやってますので、そちらもね、あなたの動きの動画とか分析して見に行くんだとかもやってますので、まずそちらもね、ホームページの方から、また見てみてください。はい、ということで今回はこれでニュースさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。